はいどうも、あの日の少年です。ということで、今回やっていきますゲームはですね、青鬼 3D というゲームですね。まあ皆さんご存知の通り、青鬼ってすごい有名なフリーホラーゲームがあるんですけど、まあそちらを 3D にしたゲームらしくて、まあ早速やってみたいと思います。青鬼ってね、そんなに知らないんだけど、まあめちゃくちゃ有名だってことは分かってるんで、これリターン、スタートゲーム、ユーザー名いっぱいありますけど、スタートゲームにしましょう。まあなんだろう、ヒロシくんがなんかどうにかこうにかして館から出るゲームなんでしょう。とりあえずこれ全編英語なんで、一応編集の時に日本文にしときますんで見やすくはなると思います。お、なるほど、 3D なのにドット絵なんだ。この人とかはタクロ It's a lot prettier on the inside なんか言ってますね。ミカ、Is it just me or cold in here? はい、何を言ってるのかわからない、さっぱり。英語を勉強しとけばよかったと思う、今頃。たけし。あ、たけしは知ってるぞ。なんかガタガタたけしって呼ばれてんでしょ、巷で。Hey, let's get out of here! What's wrong, たけし? You scare me. なんかたけしに何か言ってるっぽいね、タクロ。お!なんだ?音が鳴った。Let's get out of here! So, step in. あ、ヒロシ。これが多分主人公だよね。There's no way no monsters. Monsters? Monsters って、これが青鬼のことかな。Can exist as you inside. なんかあれかな?肝試し的なやつでなんか、来ちゃったみたいな感じなんじゃないの?お、始まったっぽいっすね。まあ、とりあえずちょっと、操作方法だけ確認させていただきたい。なるほど、こういう感じか。ヘイヘイヘイ。なるほど、ソファーがありますね。これ座れたりする？ソファーは座れない。あれ?ちょっとすごい瞬間移動した。急に。でも特に何ができるという感じではなさそうですね。とりあえずこういうの、このゲームはあれかな、アイテムとかあったりするか。ん?シンキドレイン。シンク。まあ、キッチンか。シンク。あ、なんかできた。なんだ?シンクの水を、なんか、なんとかしたね。なんかいっぱいできそうなんだけど。あ、なるほどね。ここで、開閉したりするのか。さっきのコマンドが出てきたら、開けるとか閉めるとかができるみたいなことか。なるほど、なるほど、なるへそね。あ、ここ開かない。ここでも何も入ってなさそうだよね、見た感じ。で、ここ。なんかそこになんかありそうじゃね?なんかありそうじゃない?ここ。なんかない?なんかありそうなんだけど、うん、無理だな。とりあえず何もできなさそう。あ、なんかある!これなんだ?光り輝いてる。Upright is shattered on the ground. なんだ?何を言ってる?ヒロシ、お前何を言ってるんだ?なんだこれ?小麦粉か ?OK です。出ちゃっていいのかな?あ、でも出られないわ。おお!ドア吹っ飛ばしたみたいな感じになってたけど。ああ、なるほど。ドア吹っ飛ばしてるよ、完全にそれ。とりあえずこっちの部屋見てみましょうか。あ、開かないと。鍵がかかってますね。ん?どうした?あれ?もう出てきちゃう?ん?何?ガイズ!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 とりあえず、何かあったら左から行けと、うちのお父ちゃんが言ってたんで。うちのお父ちゃん、鍵かかってたよ、左。右行きましょう。ほら!こっちもかかってる。あ、どっちもかかってる。いや、2回行くのありだけど、先に1回全部探索してきたいよなーっていう感覚はある。俺の中で。おっと、何か影が見えたと。おっと、ここ入っちゃダメなんじゃね?入っちゃダメなんじゃねと思いつつ。ああ、でもロックかかってんのか。全部、ここもロックかかってたらもう行くところ2回しかなくなるよ。ええー、!2 回しか行く場所ね。窮地に立たされた俺であれ。大丈夫かな?不安だよ、すごく。お父ちゃん、お母ちゃん。何かあったら、助けてね。あ、なんかある。何これ、あ、これあれだな。この館の地図的なのに。すげえ。アバウト。アバウトすぎ。わからんだろ、これ。
これ見て、ああ、すべてを理解するやつなんていないだろう。お。なるほどね。心、あ、なんか光ってます。俺は見逃さなかった。お、なんだ。お、なんだ、なんだ、なんだ、怖いぞ、怖いぞ。こっち向いたぞ、勝手に。とりあえず。あ、なるほど。これで椅子の上に。いや、しかし、俺が欲しいのは。ん？あー、なんか、上に上がってなんかすんのか。いや、なんか、なんもできそうじゃないんだけど。ん、とりあえずこの椅子をどけなきゃダメ、もしかして。あー、なるほどね。これをすることによって、なるほど。なんか拾いましたね。キーって書いてあるから、鍵か。なんかの鍵を拾いました。どうする？このチェア。チェアはもう大丈夫。この上とかなんかありそうじゃね？すげえ。うわ、びっくりした！お前びっくりさせんなよ！たけしか、これ。あ、これガタガタたけしじゃないの？有名な、Where are the other？ こんなところで何やってんだ的なこと聞いてるでしょ、ヒロシ。どうした、ガタガタたけし。何も喋ってくんねえ。え？たけし。たけし、ガタガタ震えんな。男は黙ってチンポ出せ。で、こっちだな。こっちまだ行ってないね。ここ入って。It's won't open。won't open。え？どういうこと？あー、でもまだ入れなさそうではあるよね。うん。なんか別のところ行きましょうか。いやー、なかなか、なんか出てこないね。じれったいね、なんか。This door's locked だ。ここは鍵がかかってると。あ、3階あるんだ。あららら。ら。3階あるとは、何事じゃと。問屋が下ろさないぞ。ドア2個ある。こっち。あー、ここ鍵かかってる。全部鍵かかってる。全部鍵かかってる。え？入れる場所がなくなっちゃった。あ、ここか、ひょっとして。ライブラリー、ライブラリー、ライブラリーってなんだっけ？図書館的なあれか？皆さん、なんかいろいろやってたらメニューが開きましたね。てか、セーブ機能あんだったら言ってほしかったわ。俺、ここまでセーブしてこなかったから、すごい不安だわ。これで鍵を使えばいいのか？ここに鍵とかあるよね。あ、これじゃねえの？こういうこと？あ、なんか開きましたよ。ここ開くんじゃない？おー。うわー！もうダメじゃん。大丈夫？逃げれるかな？うわ、ここになんか輝きあるのすげえ気になる。拾えよ。ほら。ん？まずい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 。来た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 ！あ、ちょっと。おい、何してる？おいおいおい、やばいよ、やばいよ。おい、ドア、おい、え？うわぁ、オーマイガーって、あ、ちょっと、ちょっと！はい、こう、避けていく。俺の回避性能。たかたか、あー、ダメ、全然ダメ。こっち行くじゃん。ここ開いてる、ここ開いてる、ここ入れってことだ、これ、多分。はい、あ、お風呂とかに？ああ！来たら、ここ。で、ここまっすぐ、ここまっすぐ。よし、完璧、完璧。早すぎる。いった。これ確実に行きました。いやー、操作練習してきてよかった。これはもう大丈夫でしょ。え、もう出ちゃっていいよね。出ますよ。オッケー。ふぅ！なかなかきつかったな。一応セーブしとこう、もう。ここセーブして、で、あと見てないところを見て回ろう。まず図書館だよね。さっきの多分、青鬼がいた場所。あそこさすがに戻ってはねえよな。ここ見て回ろう。なんかさ、アイテム手に入れたよね。またキー。ベッドルームキー。なるほど。ベッドルームキーが、うわ、戻っちゃった！何してんの？ここ開いてんだよね、そういえば。鍵かかってたのに。これも青鬼が出てきた影響かな。ここ、多分、そうだよね。浴槽抜けるから。あ、なんかある。はいはいはい、なんか手に入れましたと。なんか手に入れたらこれすぐセーブでもいいかもしんないね。
よしよしよし、セーブしましたと。鏡には俺は映らない。だから出ちゃう。さっそうと出ちゃう。出ちゃう、出ちゃう。あそこが出ちゃう。なんつって。あ、ここも開く。ここも開いてる。ここも鍵かかってたよね。ここ行ったことないわ。ここは？あ、ここはロックかかってると。へそなるなるへそへそなるへそへそへそ。うー、ここ和室か。なんかここ薄く扉のマークできてる。Well, X, ちょっと言ってみるか。Something shame old about this wallpaper paper. んー、また関係なさそうだな。隠し扉的な何か。ちょっと。いや、ちょっとヒロシ、わかったわかった。もういいよ。ありがとう。あ、ちょっと待って。バグったかも。え、バグったな。ヒロシ !C ヒロシ、やめてくれ、もう。ヒロシ、もういいですよ。OK、わかった。ありがとうな、ヒロシ。ヒロシ、はい、なんとか。バグ地獄から脱出することができましたと。おおこういう感じか。はいはいはい。でもまあ特に真新しそうなものはないっつね。どっちにしてもあの和室調べなきゃならんぽいなあ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 。ここも、あ、ここは開いてる。そっか、ここさっきさ開いてなかったよね。あ、ここもん、なんだ、なんか椅子ずらせるってことはなんかありそうだよね。あり、うお、びっくりした、お前マジか。お前拓郎じゃねえか。どうした、ヒロシ。いや、オッケー。なんだ、ん、アイガス、なんなんなん、Did you see to that monster? ああ、青に見たかみたいな、あの化け物見たかみたいに聞いてる。いや、俺も見たさ。あいつやばいぜ。トラベリングヒア、ブロックブロックだ。It would see the spirit. 魂持てよって言ってる。拓郎、この状況で熱くなるよみたいなこと言ってる、ひょっとして俺に。OK, good luck. OK, good luck. OK, OK の意味がわからんけど。とりあえず拓郎が来てくれた。で、一緒に行動はしてくれないみたい。あ、ここはドアありますね。お？わけのわからないドアがあるぞ、これ。これなんだ、この。イランシステム絶対なんかあるだろう。あ、隠れちゃった気持ちが出ちゃったのかな。で、こっから出てくるからもう逃げる準備しとこう。タンスとかも確認来るからね。よし、来た、いけ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 。あれ、いいよいいし、いいよいいよいいよ。うん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 、どこだっけ、どこがいい。ここ地獄じゃね。だよね、何してんの俺。いけ、頼む。で、まっすぐ行って、今度、あー、こっち行こう。で、ちょっと待って、みんな上、上がすごい。あ、ここ、ここあったよね。なんか、ここだ、ごめんしょ。さすがに隠れられたはず。いい感じだと思う。うわ、来てるね。あ、なんか、息遣い聞こえるわ。どっか行ってください。お願いします。行ったっぽいね。行ったね。オッケー、行ったね。ふぅ、ここ絶対なんかあると思うんだよ。ほら。え？あ、なんかいっぱいドア開けれる。ほら、なんかあった。これ絶対必要電池でしょうか。ちょっとそうじゃない。あ、ちょっと開けても一回。あれ？今手に入れたのか、俺は。ちゃんと手に入れた？ちゃんと手に入れたかどうかだか確認してほしいんだけど。いや、ちょっと、大丈夫かな？手には入れたかな？あ、入れてる入れてる。ライター、ライター、ほう、なんか火で炙ったりすんのか。ん、ベッドプッシュ、おお、開いたぞ。なんだこれ、これ入れる。お、入れた。ああ、ピアノ室、なんかピアノ室は聞いたことあるぞ。なんか重要な、なんかありそうだよね。アリストテレスじゃね。とりあえず、おお、なんか出てきた。ん、
000。ファーストナンバー。あー、パスワードか。パスワードまだわからんよね。多分。え、なんか今アイテム、いやーでも絶対使わねえだろ。今じゃない。いや、ここセーブしとこう、一応。セーブして、このピアノ、ちょっと調べてみっか。ピアノ、エグザンプ。はい。あ!なるほど、血がありますね。なんだ。この血をなんとかしろみたいなことか。それよくわかんないな。ここどこに繋がってんだ?あー、ここの部屋なのか。なるほど、なるほど。あー、どうしようかな。あとなんかできることあったかな。あ、ここまだ入ってないかも。だよな。あ、なんかある。これなんだ?いや、閉めないで。これなんか手に入れましたね。これなんだ?サーブ。サーブ。サーブって何?ボトルオブリクエイトソーブ。ソーブって何?え?何それ?ソーブってなんだよ。え、なんかでもいろいろ、あ、でも、ここら辺は、おい!え?トイレ?これ。広すぎない?あまりにも広すぎる。どういう建築技術?トイレは開閉できないですね。ってことで皆さん、残念ながら、我らがヒロシの、便所シーンを映すことはかないませんでした。わからんなぁ。あれ、ちょっと待って!装備消えたんだけど。あれ、装備。ハンドキャーシーフカバードイン、あ、合体させたのかこれ、ひょっとして。ソーブドハンドシーフ、さっきそんな名前じゃなかったよね。ハンドカーシーフみたいな名前だ。あ、ソープド、あ、なるほど、ソープとシーフ合体させたんだ。あ、え、そういうやつも必要なんだ。そう、合体技術的なのも必要なのか。ソーブの力があればこれできたりするんじゃねっていうのできました。これ多分さ、ソーブの力があればいける気がすんだよね。ソーブでやってみる?あ、ほら!キヨン1!これなんかのパスワードでしょ?あー、地獄だ、地獄だ、地獄だ、落ち着け、はい、で、こっからですよ、問題は。マジでダッシュしろよ。全力ダッシュ。こういうこと。いや、もうここしかねえ。いけ。よしよしよし。さすがに隠れた。あぶねえ。な、本当に地獄ゲーすぎるんだが。どっか行ってください。お願いです。よしよしよし、行ったな。大変やで、本当に。ほんまに大変やで。はい、ということで、941。これが何なの?この数字があるとすればさ、まあ、そこにあるやつだよね、これ。これを941ってやるとなんとかなるみたいな。94。あ、やべ。で、1。これでいいってことだよね。あれ?これじゃない。お呼びでない。え?わからん。あ、そういうことか。あー、なるほど。へそ、なるほど。なるほど、この鍵盤の形がパスワードになってるってことか、これ、ひょっとして。そうだな。なるほど。あー、ってことはだ。最初はこのマークだから、むずくね?で、最後の5が、6か、これ。なるほど、これむずすぎない?バカむずいんだけど!
ここだけでまず30分以上かかったな。あ、なるほど。あ、でも、ベッドルームキー手に入れました。おいおいおい、青にこんな難しいゲームだなんて知らねえぞ。しかし、ベッドルームキーを手に入れたことで、俺は安心している。心にゆとりがある。今ならどんな、今は、今なら空も飛べそうだ。あ、ここベッドルームキーって書いてますね。ってことは、ベッドルームキーを装備して、キッズって書いてあるから、子供部屋か。わ、子供な、子供がこんな広い、おお、誰かいる。びっくりびっくり、仰天。仰天びっくり。そして上になんかあんな。これ椅子ずらして取るパターンか。おい、これ、確かミカちゃんだっけ。な、こんなところで何やってんだ。おめえ何やってんだ、こんなところで。ヒロシ !You are OK?You are, あなたは OK? ヒロシ、最初の一言目なんだそれ。大丈夫か的なあれかな。Where are the, 他のみんなは ?I don't know, 知らないわ。We got Sabarada, Sabarada, no. はい ?Oh, really?マジか、マジかみたいなこと言ってんな。え、なんか選択肢出てきたんだけど。Come with me. 一緒に来いか。お前はここで待ってろだな、これは多分。いや、一緒に来いだろ、これはさすがに。来い。ミカ、俺と一緒に脱出しよう。俺と心のオアシスを楽しまないか。Why are you kidding me? 本気で言ってるみたいに言ってる。I'm not walking. あ、もう歩きたくないみたいに言ってんな。おい。おい。モンスター、あ、もうモンスターにも会いたくないみたいに言ってますね。オッケー。まあ、とりあえずヒロシは振られたということで。なんだよこのビッチがや。ほんとクソビッチだな。ということで、別にここで待ってても問題はないと思うけど。よし、こういうことだ。で、こう、これでいけんじゃない?これで取れないかな。あ、でもなんか取ったっぽい。輝きがなくなった。あ、ん?ライター。フロイド?ライターオイルかこれ。だよな。ライターフロイドってライターオイルだと思う。なるほどね。なんかいいの拾ったわ。これとか使えそうだもんな。あ、でも持ってないわ。今じゃない。あ、でも使ったわ。あ、ファイヤーライター。ファイヤーライターになった。火使う場所ってなんかあったっけ?なんか火使えばなんかできそうだね。あと使ってないの?これ。ドライバーとか使えそうじゃない?あ、ダメか。うん。最後のようわからんの使ってみますか?おお!なんだ、なんかできたぞ!なんこれ?ナイフか?ひょっとしたら。あ、でも、なんか開いた。ザ・ドア・クノビズ・ミッシング。クノビズ・ミッシング?入れはしないのか?入れはしないの。このドアとかさ、もしかしたら、もしかしたらこれでできない?できるよね!あ、なんかできた。今なんかやったな。あ、ドアクノブ。ドアノブ?ドアノブ?ドアノブ拾いました。あ、わかったぞ。ここよく見たらさ、ドアっぽいよな。ここドアノブないから。こういうことか。あ、こういうことなんだ。なるほどなるほど。いや、ちょっとセーブしとこう。ここは怖すぎる。え、入りますよ皆さん。おお、 It's too dark. ダークダークだって。あ、そういうことか。ダークだからライターつけろみたいな。うわ、暗ーい。ライターつけても暗ーい。うわー、暗闇の中の探索か。俺一番が苦手かもしれない。暗闇だって何も。あ、これキャンドル。おー、めっちゃ明るくなったら、キャンドル一つでこんな明るくなるの?世界平和だな。あと気になるやつをどんどん。あー、なるほど。ここに隠し扉があると。この絵画はドット絵すぎて見れないと。あー、でももう隠し扉行くしかないさそうだよね。おー!あれ、ちょっと待って。嫌な予感。これ、檻入っちゃって大丈夫か。入るよ。はい。あ、なんかあるね。なんかあるけど、ちょっと待ってみんな。いるねえ。俺の感覚はそう言ってる。いるねえ。いるねえと、強く叫んでる。わあ!無理だて。これひょっとしたらさ、これ閉めるんじゃないの?絶対そうだよね。閉めて、ここを拾うんだ。そうすると、うわあ!やばすぎー。え?何?
なんでそんなにみ、おい、怖いよ。なになに、そんな、震えないで。でも、お前は、出られ、ここ開くのにな、すぐ。すぐ開くのに。なんだ、あいつ。はい、ということで、なんか急にゲームが落ちちゃったので、再度やってるんですけど、なんかバスルーム機を手に入れたということで、多分ここじゃないか。だよね、バスムーメントって書いてるもんね。ってことは、ここでバスルーム機を装備して、これで開くんじゃないの？お、なんだ、声が。あ、ミカだ！でもこっち入りたい。あー、でもミカか。オッケー、ミカね。ごめんね。ごめんね。ミカよりもバスルーム優先しちゃって、ミカってこっちじゃなかった？多分そうだよね。そうだよ。ああ、こんにちは。はい、ここで出て、まっすぐ行こう。で、こう。で、もうそのまま、そのまま。ここあるよね。よし、完璧。これは入った。決まったぜ。いや、しかし、これ、もうミカはダメだよな、多分。あ、めっちゃ音する。あ、でも行っちゃったな。多分行ったな。オッケー。ふぅ。これミカの様子を見に行けってことだよね、多分。バスルームより多分そっちだよな、優先すべきは。ミカ待ってろよ。待ってろよって言いつつももう死を悟ってるけどな。ミカ、あれ？ちゃんミカいねえんだけど。アンミカいねえよ。おい、ミカ。倒れてたよな、でも。行方不明だ。とりあえず、バスルーム行くか。ここだよね。ちょ、一応セーブしとくか。よしよしよし。ん？ゲームオーバー？なんで？はい、ということでね、青鬼でした。調べたところによりますと、まあ、ここで青鬼 3D は終わりということで、ちょっと不完全燃焼というか、ミカのその後とか、タクロどうなったのかとか、タケシとか、いろいろ思ったりすることはあるんですが、まあ、とりあえずクオリティの高い青鬼だったと思います。なかなか怖かったですね。ってことで皆さんも、青鬼の館にはお気をつけください。てか、館は行かない方がいい。ありがとうございました。